はい、お疲れ様でした。楽しかったね。疲れたね、でも。というわけで、温泉です。温泉に行きます。吸盤湯ね。吸盤湯5時までで、今16時5分でございます。余裕ですね。で、2.2 キロ伸びました。で、6本、はい。うわあ、突然。あ、でもすごいじゃん。すごい。あれかな、温泉郷だ。あれお寺さんやな。あれも違うな。あ、違うのは、もっともっと黒っぽかったよね。もっともっと黒っぽくて。吸盤湯はこれを渡ってあそこになんかあんね、案内。あのね、金具屋この奥だ。ははだから歩いてじゃないと多分行けない。行けないと。あ、ほら出てるよ、温泉。ここじゃない？これ中入るんだ。ああ、だからどうしよう。止めないとダメだね。こんなん行けないで。あ、有料駐車場あった。ああ、じゃあそこだ。これ止めれるかな。いい感じの街並みでござんすの。夢ぐりパーキング、あ、行っちゃおうか。行ってみようか。行ってみて相談するしかない。受付で駐車券を求めてから駐車してください。受付ってどこにあるの。駐車場に車を止めました。8ナンバーは1000円でございます。こちらよいしょ。で、大湯というところに行きます。いいじゃないですか。早い時間に来るとかだね。そうだね。一回一組ね。そういうこと。でも外湯巡りする人はみんな鍵持ってるってことじゃん。全部の鍵が一緒ということ。ああ、そうかもしれないね。重さんがすごいね、全部。はい、第一ポンだ。うん、止まりたいよ。猫ちゃんがいるんで止まりたいです。止まりたいよね。2番湯だ。2番湯、これですね。いや、入りたい。いいね。これじゃん。うん、さあ、これだね。これ見せて言ってくればいいの。うん、はい。いや、気持ちよかったね。最高ですね。はい、でも暑くて、あなたは5分ぐらい？なんかね、暑すぎてね、暑くないの。こう、あっちーって感じだったの。暑くて出る場所って、痛いね。じゃあ男湯は多分誰か埋めたんだろうな。そんなにそこまで、そこまでね、暑くはなかった。すごいこう警戒して見ながら入ってたから。なるほど。まあ、野沢温泉と同じ、ここも気合いのお風呂やね。北信州山の内、よく覚えてらっしゃいます。そこです。で、今日はこちらで車中泊でございます。タオちゃん、はい、タオちゃんセットを出します。おつわん、あ、来ました。とりあえずここで、まあ、とりあえずどうぞ。今日は参りましたよ。全然休ませてもらえなくて駆けつけいっぱいですよって言ってるよ。実は私すごいナッチョス好きって、俺メキシコ料理が好きなんだよね。なんかやるみたいじゃん、ストリートフード違う、俺はあのあれが好きなんだよ。タコス。タコスのすべてだっけ。タコスのすべて、あれは最高だよね。これチーズバージョンが好きなんだ、どっちかっていうとこれはこういう、これが好きなの、うん、グリーン系の。赤いのも好きだけどね、うん、
なんかね、うん、うん、アボカド。ペテチーズの方が美味しいって。うん、ちょっと違う。ああ。じゃがり最高。うん。ご覧ください、この枯れた食卓。もうこれで、もう今日これでいいんです、もう僕たち。もうこれでいい。これであとなんか、うん、これで、私、これ食べたかったけど、うん、でも、これ結構量あるもんね、うん。本当はあれですよ。キノコ鍋の材料全部買ってあって、うんうん、道の駅でね、うん、買ってきたの、キノコね、あちこちで。うん、で、長野市の肉屋さんで豚肉まで買って。で、豆腐も買った。うん。ネギも買った。でももう食べれません、今日は。明日だな。うん。山内で車中泊させていただきました。気持ちいいとこだった、静かで。マスキングテープで蓋をしておいた牛乳、今日も使います。朝ごはん。ちょっとずつ生活感が溢れてきました3号の中でございます。とはいえまだあれですよね。これまでの車に比べればマシかなと。収納スペースがあるんで、ある程度、出したものはしまうということができてきてるかなという気はします。まあちょっとここが問題あるんですけどね。ここがね、入ってすぐとかこれなんですよ。だからね、ここちょっと考えていかなきゃいけないですよね。すごいね、なんか感想してる。うん。私たちはですね、道中でお茶を買ったりしなくていいように、でなおかつ常に冷たいお茶が飲みたいので、これに氷を入れて、で、1リットルね、2リットルで100円ちょっとぐらいの安いお茶を買ってきて入れてます。これ随分節約になってるよね。うん。これだって宴会用に買ったやつじゃないの？ね、お兄さんがなんか車に積んどく用に買ったって言ってた。あ、そうか。あとね、節約情報、そのいくつか分かんないけど、これね、サービスエリアに必ずテイクフリーの、ハイウェイウォーカー、これ地図があるんでこれ使えます。やっぱり紙の地図がいるんだよね、どっかで位置関係見るのに。いつもこれを使ってます。というわけで、この車中泊2泊目の車中泊終わりまして、これからですね、戸隠の方にそばツアー行きたいと思います。今回は長野ツアー脱線しておりません。最後まで長野で行けると思います。行きたいと思います。